こんにちは、ブルーホースです。今日は、うつがち、もしくはうつ病にかかっている人の目標の立て方についてお話をしていきます。で、下手な目標っていうタイトルで今日やってるんですが、まあ、うつになりやすい人っていうのは、そもそも目標の立て方がもしかしたら下手なんじゃないかっていう話から入っていきます。で、これは、まず100人近い男女が実験に参加をしてくれた結果です。で、半々で50人くらいはうつに悩んでいる人、それから50人くらいはそうじゃない人ですね、うつに全く関係ない人に集まってもらって、で全員に個人的な目標っていうのを好きなだけリストアップしてもらいました。私の目標はこうだああだっていうふうにリストアップしてもらうと、で目標のパターンをそれぞれ分類するんですね。リストアップした中から何かっていうと、アプローチ目標っていうものと回避目標というもの、この2つを立ててもらったと、は分類したと。で、アプローチ目標ってのは一体何かっていうと、望む結果を出すために集中するタイプの目標ですね。例えば 100m 走をあとタイム 0.3 秒縮めるっていうような目標です。それから回避目標ってのは一体何かっていうと、嫌なことを避けるために集中するタイプの目標ですね。例えば親に怒られないようにするためにテストで90点以上出すといった、そういった書き方です。はい。で、うつに悩む人の目標の立て方っていうのは一体どうなのかっていうことを調査していきました。で、その実験結果から言えたことが、まあ大きく3つですね。1つ目が、うつ病であろうがなかろうが人生の目標がないわけじゃなかったっていうことなんですね。うつな人とそうでない人とで見てみると、目標の量っていうこと自体はほぼ同じでした。っていうことは、目標が必要だって、大切だって思う気持ちっていうのは変わらないということなんですね。なんで目標の量はほぼ同じだったっていうのが2つあるのかっていうことに関しては触れないでいただけるとありがたいです。はい。なんでなんだろうね。まあいいや。で、うつの人は回避目標っていうのを作りがちだっていうことが分かったんですよ。で、これについては、症状が重い人ほど、うつ状態が重い人ほどアプローチ目標を作る傾向っていうのがなくて、目標達成に向かって頑張るぞっていう意欲も低かったっていう結果が出てます。で、ちなみに目標に敗れた経験がうつ傾向を重くするっていうのが3つ目の結果として出たんですけれども、これはなんでかっていうと、うつ傾向の人っていうのは目標達成の意欲が低いですよね。意欲が低いってことはそもそも達成できるわけないですよね。で、達成できないせいでネガティブな思考っていうのが重くのしかかっていってしまって、さらにうつの悪循環にはまっていってしまうという、そういう結果に陥っちゃうよっていう話なんです。で、メンタルが厳しいと、要はうつ傾向にある人に関しては、目標に対する意欲、目標は必要だっていう意欲はあるものの、立て方が下手ゆえに達成できずに、さらに落ち込んでしまう負のスパイラルに陥っちゃうっていう傾向があるよっていうことが実験結果から言えました。で、考察なんですけど、うつ傾向の人たちっていうのは明確な理由やモチベーションの低い目標を立てる傾向があったっていうことなんですね。明確の理由がないですね。明確の理由がない目標を立ててしまったりとか、そもそもモチベーションが上がんねえよっていう目標を立てちゃうっていう傾向が高かったということなんです。で、結局達成したかどうかっていうのは、明確な目標じゃなかったら測るかどうかって、測れるかどうかっていうのは難しいんですよ。で、結局達成した実感が湧かないままズル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 行くので、その目標を達成できなかった、立てたそのものがミスだったっていうふうに思い込んで、さらにネガティブ思考に陥ってしまうということなんですよ。例えばどんな目標を立ててるかっていうと、あえてそのポジティブなアプローチ目標だとしても、お金持ちになりたい、じゃあいくらあったらあなた金持ちって言えるのって、まあなんか総資産ね、1000万以上とか1億以上があったらお金持ちだって決めてるんだったらいいですよ。でも決めないで、年収何いくらくらいあったらいいかなとか、資産がいくらくらいあったらいいかなっていう風に立ててしまうとアウトで、幸せになる。じゃあ幸せ、あなた何したら幸せなの、どういう状態が幸せなのっていうと、幸せは幸せってなっちゃうとアウトっていうんですね。じゃあ怒られないようにするって、じゃあ具体的に何ができていれば怒られないのか、あるいは何をしなかったら怒られないのか、壺を割らなかったらみたいなねそういう抽象的な目標を立ててしまうかゆえに、達成したかどうかがわからないままになって、結果アウトっていう感じなんですね。だからそこに対しての対策としては、達成したかどうかが分かりやすい具体的な目標を立てる方がいいんですよ。で、これについては過去僕が目標に関して話している動画の中で、具体的な目標を立ててしまうと、達成できなかった時に
メンタルが落ち込んじゃいますよっていうことなんですけど、そもそもメンタル落ち込んでる人に関しては達成できうる目標っていうのを立てた方がいいっていうのが結論です。ただし高すぎる目標を立ててしまうと達成できなかったら悪循環再びになってしまうので、確実に達成できる目標から少しずつ少しずつ自信をつけて大きな目標を達成していこうっていう風にシフトしていくのが基地になります。さらにポイントをまとめていくと、回避目標よりもアプローチ目標を立てるでいうことは、具体的にかつ何を目指すかっていう目標をぜひ立ててみてください。例えばどんな目標の立て方があるかっていうと、体重を5キロ落とす、これも日付で3ヶ月後に落とす、ね、4月であればじゃあ7月の1日までに体重5キロ落とすとか、シュートを1日100本決めるとか、水泳メドレーを次の大会までに10秒タイムを縮めるといった具体的な目標を立てていって、でその達成の実感を味わって自分はできる人間なんだっていう自信につなげていくという、そういった立て方をしていくと、うつ傾向が和らいでいって自分にも自信がついて、でもっと頑張るっていうふうに好循環になっていきますね。ぜひ目指していただけたらと思います。ということで本日はうつ傾向な人に向けての目標の立て方のお話をしてまいりました。では次回またお会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。